はい、スピリットと申します。今日もキングダムオブヒーローということで、ですね、このパッケージ、結構いろいろ出てたの、あんままあ、ちゃんと見てなかったんですけどね。うん、あんまり課金してないので、まあ、あんま見てなかったんですけど、なんか、わ、すげえのあるわ、と思って、この中級者パックの左側。初心者パックは期間が終わってしまったので、もう買えないんですけども、中級者パック、左側ですね、この、星6進化チケットっていうのがあって、選択した星5以下の英雄が星6まで、一気に成長すると、星5だけじゃなくて、星4、星3のキャラクターでも星6まで進化するよっていう、まあ、星3、星4をなかなか進化させる人はいないかと思うんですけども、私これでね、イフリート、進化させちゃおうかなと。ちょっとね、今、いろいろ、作ろうと思ってるキャラクターが多すぎて、結構ね、中途半端になってるところだったので、まあいいや、ちょうどいいわ、と思って、うん、やってみようかと思います。じゃあちょっとまず買うところ。はちょっと飛ばしますということで買っていきたいと思います。はい、購入できました。これだね、星6チケット。さあ、じゃあせっかくなんでこれをイフリートに使っていきたいと思います。これはまあルビーはまあもらっておいて、こっちかな、ストレージ、あー、あった。星6進化チケットということで、まあ、説明文は一緒だね。選択した星5以下の英雄が、星6レベルまで、レベル1まで一気に成長するということで、ほい。さあ、誰をするって言ったらね、もう決まってるんですけど、実は。もう、イフリートっていう、ずっと言ってるんで、イフリートです。フリート？フリート。いや、なんとなくね、もう最初に、愛着のあるキャラクターを私は強くしていきたいと思います。イフリート、星6いきます。せーの、はい。まあ、これはいつものやつだね。おー。さて、あ、元の、あれを、やべえ、忘れてた、元の、あれだね、元の、基本情報、ここを取っとけばよかった。これ取ってないわ。どっかの画面から引っ張ってこよう。どっかにあるわ、多分。まあ、どれぐらいね、上がったかっていうのは、またちょっと見せたいかと思います。まあ、探してきます。はい、他の動画から画像引っ張ってきました。ということで、音声後乗せです。はい、左側が星5のレベル60の状態。右側が、星6レベル1の状態ということで、HP はね、だいぶ下がりましたね。でも、攻撃力はむしろ上がったよと。すごいね。レベルは、だいぶ落ちたのに、攻撃力は上がったよと。で、防御力はだいぶ下がった。で、速度に関してはまただいぶ上がったよということでした。さあ、まあちょっとチャージ。いや、今ないかな。あんまないね。はい。まあ、ちょっとレベル、ちょっとずつ上げていきたいかと思います。で、これと、よし。とりあえずね、このパック、あ、星5上げた時も出てきたけど、星6も、これがあるんだね。OKOK、星6、なりました、ということで、まあ、今日はこれだけではちょっとね、寂しいので、召喚もしていきたいと思います。伝説の召喚チケット2枚。これね、さっきの、課金したやつと、まあ、もともとイベントでもらったやつと2枚ということで、これからやっていこうかな。うん。さあ、行きます。せーの、はい。せーの、はい。星4、星5が1体ずつですね。あ、違う、何言ってんの、何言ってんの。星4、星5。どちらかが、まあ、もらえますよ。あー、ギルガメッシュかー。持ってるなぁ。星4。あー、星4かぁ。あー、星5欲しかったな。レア。お、ヒーラーか。プリストだね。どんなんだ？攻撃命中時 70% の確率1ターンの間、HP 割合が最も少ない味方が移動距離アップ。あー、まあまあ、逃げれるやつだね。で、復活の光。対象の HP を 30% 回復。対象の HP が 30% 回復、30% 以下なら、
あ、レアって一回紹介したやつか。はい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 。あ、ごめんなさい。一回紹介したね、これね。結構使いやすそうだね。この回復が2ターンっていうのがいいよね。これちょっと育てようかな。うん、いい感じ。オッケー、レアもらいました。で、高級召喚も行きましょう。9回。よいしょと。さあ、星さん、クルセイダー。星さん、ハーゲン。星さん、クロセル。星さん、メリアス。星さん、シーブ。星さん、エルライム。星3、お、星4。ほい。ジークフリート、初キャラですね。やったー。さあ、攻撃力アップ、血の乾き。愛犬に眠る竜の力で攻撃。クリティカル発生時2ターンの間、自身が攻撃力アップ。おー、クリティカルで攻撃力アップか。まあ、こういうの使いやすくていいよね。スキルにはバルムンク。攻撃時、バルムンクの力により、攻撃命中時 50% 確率で2ターンの間対象に回復負荷を付与。あー、これはね、なかなかありがたいですね。回復負荷は、ちょっと、ね、敵に結構鬱陶しいダメージ与えてくれますね。で、スキル3は、解放した破壊の一撃クリティカルダメージ 10% 追加。もうクリティカルの人だ。え、持続回復。おー、すごい。これはいいね。なかなか面白そう。あ、普通に今スキップをしちゃった。あとレイラとエルライムと。星さんはね、まあいっか。さあ、ここですね。これね、3回できる。まあ欲を言うなら、イフリート当たればスキルレベル上げれるからこれが欲しいけど、まあ、なかなか星5は当たんないよね。まあ、ちょっと3回やってみましょう。はい。ウィーンと、星さん、チェリー。星さん、リル。星さんだったか。ファントム。あ、これ初キャラかな。はーい。まあ、ここはしょうがねえ。で、あとね、クリスタルもちょっとやっていこうかと思います。まあ、ここからね、課金した分クリスタル定期的に入ってくるので大丈夫でしょう。引いても。さあ、やってみよう。さあ、星3、星5、とりあえず星4一体は確定だからね。行こう。さあ、ウィーンとアキレウス、星3メリアス、星3ランスロット、お、星4、あー、星4か、ダフネ、あれ、ダフネ、プリスト、おー、星3、ガラハド、星3、カーミラ、星3、ドワフ、星3、ロビン、星3、メリアス、お、もう一個星4来た？星4か、星5ではなかったね。さあ、アヌビース、オッケーオッケー。おー、星42体来たね。さあ、ガチャ、これラストです。もう、あと、10連。さあ、星3、マモン。星3、クロセル。星3、フローラ。星3、おー、アーサー来た。スキル上げよう。レディー。ドワフ、アグネス、ザガン、エルフグール、そろそろかな、シオン、あー、星4かー、残念。ルシファー、あ、まあまあかっこいいからいっか。ルシファー、悪魔の槍。あ、ルシファーって悪魔なの？打点しか。そっかそっか。悪魔の槍で前方に攻撃。攻撃命中時 30% の確率で一ターンの間、対象が速度ダウン。対象のデバフが多いほどダメージアップ。
ああ、結構使いどころ難しいね。しかも30%か。難しいな。対象を強く蹴り1マス後方へ弾き飛ばす。攻撃命中時55%の確率で一旦の間対象気絶。まあ、これも、運がいい人は使いやすいだろうね。無効化。近畿の呪術で範囲内の敵を攻撃。攻撃命中時60%の確率で3ターン内で対象が攻撃精度ダウン。また、パーセントの人か。ちょっと使いづらいな。名前はかっこいいけどね。あ、高級召喚2個もらった。どうせなら引いていこう。ほい。さあ、3、エルフナイト、3、チェリー。はい、というわけで今日はですね、中級者チケットの星6、進化チケットの紹介でした。まあ、すごいね、これ。ありがたい。で、これね、私みたいにお気に入りのキャラクターを、ポット使うのもいいですし、もしなんだったらね、クエストかな？ちょっと待ってね。この、星6進化のヒントっていうのがあるんですけど、ここでね、ポット。英雄一体で7の1、ノーマル攻略っていうのがあるんですけども、実は、星7の、星 7？ 7章のタルタロス。で、この7の1なんですけども、レベル上げがしやすいようなステージにしてくれてます。相手が全員火で固めてくれてるので、こういう風にね、水のキャラクター1体で、割と簡単に、攻略できます。多分ね、私だったらこの1分半ぐらいかな、今。あ、ちょ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 。フリートのレベル60。で、今、HP 攻撃力、こんな感じ。の、このいうキャラクターがいるだけで1分半ぐらいで一周できますので、まあ他にね、レベル1、まあレベル上げたい子たちをここに入れておいて周回すると割と簡単にレベル上げができますよっていうステージですね。こういうのがあるので、もしね、水のキャラあんまり強いのいないなっていうんだったら、それを一気にね、レベル6までチケット上げてしまって、あとはのんびりレベリングしながら他のキャラクター星6に上げていくっていうのもありかと思います。まあこういう使い方ができますよということで。はい、というわけで今日はこの辺で中級者パックのご紹介でした。ね、あとはガチャだね。星5は残念ながら当たらなかったけど、まあ、のんびり育てていきたいと思います。では、今日はこの辺で、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またね。